ファジアーノ岡山の練習着を着てグラウンドに姿を現した乾選手です。4月にセレッソ大阪から出場停止処分を受けて以来、およそ2ヶ月チームでの練習を行っていませんでした。その状況を見て、親交のあった木山監督から練習に誘われたということです。すぐに連絡を入れてくれて、こうやってね、チームの中でできるところを、すごく求めていたので、まあ、甘えさせてもらったって感じですね。髪の色っていうのは、練習参加するにあたって、はい、ということ。そうですね、髪の色は、はい、チームが、岡山さんが黒髪でっていう話だったので、はい。乾選手はミニゲームなどで1時間半にわたってファジアーノの選手たちと久々のチーム練習に汗を流しました。元日本代表、国際舞台で活躍した選手が練習に参加するとあって、平日にもかかわらず大勢のサポーターが見守りました。声を出す感じとか、やっぱりプレーが全然違ってました。ぜひファジアーノに入っていただいて、岡山を盛り上げていただきたいなと。乾選手の練習への参加は、ファジアーノ岡山にとっても大きな刺激になりました。我々のチームにも刺激になりますし、彼も次 の, ステップに向けて、しっかりこう体を動かす、そういう時間に、なったと思いますし。ボタンの皆さんも、ぜひともこう家事に来てくれたら、これどうなるかなってお話ありましたけど、自分に関してはまあ、将来は誰もわからない、どうなるかわからないですけど、でもまずしっかりトレーニングしてくれればそれでいいと思います。練習を終え、乾選手はこれまでの、そして今の率直な気持ちを話してくれました。やっぱ楽しかったですよ。みんなでやるのは、一人でずっとやるのにはやっぱ限界だったので、サッカーやめようかなっていう思いももちろんありましたし、でも、自分はやっぱサッカーしかないっていうのもあったのと、息子にまだやめんといてっていうのは言われたので、他にもいろんな人に止められたっていうのは正直ありましたね。葛藤はすごくありましたし、いろんな思いは、もちろんあったので、苦しくなかったっていうとそれは嘘になるので、ただもうセレッソに対しては今はもう感謝しかないですし、もう切り替えてね、次のところで頑張りたいなと、あとはもう一度サッカーを楽しくやりたいなっていう思いが今はあります。そして記者からはファジアーノ加入への質問も。個人的に参加してみようかなとか、加入してみようかなとか、したいなとか、逆にまだやっぱ J1 で探したいなとか、その辺 の, 海外まだ考えるなとか、いろいろあると思うんですけど、率直にどうでしょうか。率直にどうでしょうか。いや、本当に分かんないんですけど、先のことはね、このままもしかしたら続けていって、このチームでプレーしたいと思うことももちろん、可能性がないわけではないので、そうなった時には本当に精一杯頑張りたいなと思いますし、ただ今はもうちょっとね、いろんなところを探っていければと思うのが正直なところです。あとはもう本当にコンディションを整えて、今はサッカーを楽しく、できればいいかなと思います。絶対こう言えば乾さんに今はチームに入ってほしいななんてことがあったんですけれどもそれに関していかがですか。でもそこは今はっきりと何かを答えるっていうことはできないですけど、どうなるかは本当に分かんないですね。自分が今考えていることもそこまでないので、とにかく今は、このチームでコンディションを整えるっていうことと、このチームにちょっとでも、
貢献できればいいかなと思ってます。ファジアーノへの練習参加は契約を前提としたものではないという乾選手ですが、 J1 昇格を目指すチームにどんな化学反応を起こすか、その動向に注目です。 RSK イブニングニュースは岡山県香川県で平日夕方6時15分から放送しています。チャンネル登録はこちら、そして県外海外の方はこちらから動画をご覧ください。よろしくお願いします。